今日はね、こういう野菜は買わない方がいいよっていうお話をねしたいと思って、スーパーからねちょっと俺が見てダメだなっていう野菜を買ってきました、ね、これ青森県産なんだけど、まあ、袋から出すんだけど、ちょっと待ってこういう感じです。色合いがね、この色が大事なのね。色、これが俺の畑で採れたやつ、わかるかな、光の当たり具合で飛ぶかな、ね、これがスーパーのやつ、こっちが俺のやつ、一個代表してね、よいしょ、これとこれね、色が違うのわかるかな、ちょっと俺が今見てる画面でさ見るとちょっとわかりづらいんだけども、こっちの方が俺が育てた野菜の方がピーマンの方が色が淡いです、薄いです、こっち濃いですね。色が濃い方がね栄養ありそうな感じがするんだけども、この色の原因はね肥料の多さです。俺は無肥料なんで、肥料入れてないんで土の中にある栄養分だけで育ててます。だからこういう色になるんだけど、でこういう化学肥料とか使ってるんで、普通にね牛糞堆肥かもしれないけども、そういう風に窒素とかそういう栄養素が多くなるとこういう色になります。こういう風に濃くなると、まあ、要するに肥料が多いんで硝酸態窒素、まあ、前の動画でも何回も喋ってるけれども、硝酸態窒素が多くなるんで苦味とかえぐみとか多くなるし、その硝酸態窒素はがんの原因にもなってると言われてる物質なんでね、こういう野菜は食べない方がいい、選ばない方がいいです。だからこういう色の淡いやつ、太陽こっちから来てるからさ、ちょっとこうかな、うんね、この色の違い覚えておいてほしいなと。でなんあのね、他県に行くとこういう色のピーマンって売ってないんだよね。まあ、青森県内でも、宮崎県産のピーマンとかね並んだりしてるんだけれども、こんな色してません。青森だけこういう色してるのね。土地柄なのかね、それか青森の栽培が肥料めちゃくちゃ入れるのかなっていう感じね。こういうさ色を見て、選んでほしいなって。色濃い方が栄養多いんじゃなくて、実際のところ生育がちゃんとしてれば栄養の量は変わらないと思います。問題はもう硝酸態窒素によるものなんで、結局のところはね。だこっちの方が俺は発芽とかがあるかもしれないし、品種が違うのかな。でもなんかすごい肉厚で硬いんだよね。こっちは柔らかいんだけどね。こちらに俺のは京緑っていう普通のね、まあ何だろう、ポピュラーな品種になります。だから本当に色の薄さで選んでください。同じピーマンでも大きさも負けてないでしょ、無肥料でもね。ちょっと肥料多すぎ。ちょっと食べてみます。まず俺のね。まあうん。まあピーマンだよな。ピーマンってさ、熟してない未熟な実だからどうしてもやっぱ苦味ってのはあるのよ。この苦味はピーマンの苦味であって、硝酸態窒素とかではなくて、まあそういうもんだと。ね。若い果物でも食べれば苦味だ酸っぱみなどがあるけどもさ、それと同じでこれも置いとくと完熟で赤くなるんでね。となると結構甘くなるらしいんだけど、まあそこまで置かないけどね普通ね。ちょっと食ってみます。うん、ああ口に入れた瞬間わかります。これで比べるとわかる。今までこれさ、ちょっとまあ宿題者に失礼だから食べちゃいます。体にいい悪いとかそういう栽培法とか置いといて、やっぱり作った人への礼儀だから食べなきゃなと思うんで、まあ食べちゃうけど、口に入れた瞬間わかります。こっちは爽やかな青臭さ苦味っていうかね、まあ、ピーマンの苦味だなって感じで、こっちは入れた瞬間えぐい感じがねします。なんかこう、なんか酸っぱいのね。酸っぱいっつうのが、うん、なんか本当にすごい青臭い。あの爽やかしつこいっていう感じです。まあ俺の感じ方だからね。あ、もしこれにね色の違いがあるような野菜をね見つけたら、まあ食べ比べてみてほしいなと思います。種の大きさも違うね。種もほら
ね、まあこっち1日経ってるからかな、こっち先取ってきたから、うん、まあこういう感じだよね。どっちが美味しいかって言えば俺の方が美味しいです。肥料使ってない方が美味しいです。でもしこういうね無肥料無農薬の野菜が手に入るんだったら、一回スーパーのものと食べ比べてみてください。今の俺みたいに、そうすればねこれの味の意味っていうかこの栽培の意味が分かってくると思うんで、それすらしないでただただね無肥料無農薬でできるわけがないっていうふうに言うような人もいるんで、そうじゃなくてちゃんとやってみて食べてみて、いろいろね一回じゃなくて何回も食べてみて、農家によって全然違うからね、無肥料無農薬でも美味しい人とも美味しくない人もいるんで、いろんなタイミング天候の関係であるんで、まあ、そういうので何人も試してみてほしいなと思います。とりあえずねまず一番は自分で作ってみてください、無肥料無農薬の、まあ、そこしっかりできるようになるまではやっぱ3年から5年土作りを続けなければいけないけれども、もしその根性があるんであればやってみて、で取れたらこういう淡い色のが取れたらスーパーに売ってる色のなるべく濃いものを買ってきて食べ比べてみてください。これによってね味の違い、栽培のあり方っていうか栽培方法でどれだけ変わってくるかってことが分かってくると思うんで、俺の言ってることも分かってもらえると思うんでね、まずは実践、実際に俺が皆さんのところに行ってね、このうちの野菜食べてみてください、スーパーでこれ食べてみてくださいってできればいいんだけども、それはちょっとまだできないんで、うん、ね、どっかで場所を設けてなんだオフ会みたいな感じでやったりするとかね、そのうちできたらいいなとは思うけれども、今は現段階ではやれる状況ではないんでね、まあ、とりあえずこういう風にね試してみてください、皆さんの周りでね、うん、可能な範囲で自分でやってみて、人から買って食べてもらってね、で比べてみてください、いろんなものを食べてみてください、有機栽培でも自然農法でも自然農でも自然栽培でも何でもいいんで、いろんなものを食べていろんなことをやって、勉強してください、みんなで勉強していきましょう、俺はそれが一番大事だと思うんでね、お互いに勉強でやっていければなと思います。